もうちょうどええわ。もう合宿前にはっきりさせておこう。先生だってな、もう熱い思いでやっちょるから、お前らももう正直に言え。自分の心正直に言うたらええよ。うん、先生のと嫌いなやつ手あげろ。アメモプラス。ふんでるね、解放エクササイズミーティングの方を早速やっていきましょうね。これやっぱミーティングでしっかりと解放エクササイズについて話し合うことは大事やからな。うん、っていうとこやねんけど、ちょっと今日ね、なんとお前らあれだよな、うん、よかったな、OB 会長さんに来ていただきました。ありがとうございます。お願いします。いやどうも。あ、どうもどうも、ありがとうございます。お忙しい中ありがとうございます。なるほど、ありがとうございます。今日はあれですか、プレーにもこう入ってくださるんですか。いやいやいや、肩がちょっと上がらんのでね。いやいや、お元気そうなのに。そうですか。じゃあ、まあ指導で言っていただいて、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、まあありがとうな、お前らしっかりといろいろ聞きながらやっていこうな。はい、ほな回復のミーティングやっていこうか。まずそうやね、日曜日から17セット、これしっかりできとったらどんな感じやった。どうするこれ、どうする、これしゃあないか。もうこれやったら、まあ今日さん予定やから、じゃあこれしかないか。ひもすひもす、この土曜日のオフの部分を解放エクササイズ、17セット、ここで補おうか。ちょっと、うん、これしかないな。ちょっと待ってください。はいはい、どうした。これでいくしかないから、時間ミスターはしょうがないからな。うん、これで補っていきましょう。じゃあもうほんま限界ですって。ええ加減にしてください。解放エクササイズとかもう意味わからんけど、もう無理ですって。もうやりすぎでしょ。正直ショックやわ、そんな気持ちで解放せずやってるなんて。よう分かった、うん、よう分かったよ。いかにお前がこのチームで浮いてるかがよう分かった言うとんねん。ほなお前はっきりさせようか、そうなったら。うん、ほなええよ、お前ちょっと全員に聞くわ、正直に言うたれ。うん、思ってることを正直に言え。解放エクササイズ意味ないと思っちゃうやつ手挙げろ。なる。下ろせ。いよいよ明日から秋リーグが始まります。大事な初戦やな。それではレギュラーを発表します。背番号12、佐藤、チームのために戦ってくれるか。いいえ。背番号9、浦川、チームのために戦ってくれるか。いいえ。背番号19、大野、チームのために戦ってくれるか。いいえ。背番号25、翔太、チームのために。いや。背番号7、ヒロ、チームのために。いや。背番号64。いや。背番号43、ヒロカワ、チームのために立ててくるか。いや。あの、いけるって人から、じゃあ手を挙げてもらって。ぐーっとため作る。ここのためを、まあ、まだまだ解放するためのためを作れてないから。すいません監督さん。はいはい、どうじゃ。今細見のお母さんがブチ切れてきてまして、ちょっと来ていただいていいですか。ブチ切れ。はい。ちょっとよろしいですか。笑うね、先生がブチ切れてる。すみません。うちの子が。監督が怖すぎて、のびのび野球ができないって言ってるんですよ。なる。え、ああ、そうですか。
大体何ですかその見た目。ずっと1ビッターサングラスかけて、見た目的にも監督っぽくないじゃないですか。なる。すいません。あとついでにリーグ戦のエントリーとかするの忘れんといてね。なる。目が冴えましたか？あ、先生。ストレスとちょっとした疲労ですな。あとお酒もちょっと飲みすぎですよ。そうですか。すいません。それではオペを始める。メスを使わない簡単なオペです。失敗でもしない限り入院もしないで今日歩いて帰れますよ。そうですか。では先生、よろしくお願いします。おや、それではオペを始めます。メス。先生、メス使うんですね。痛かったら言ってくださいね。痛いです。1週間程度の入院になります。あいつめ。次の手術はアメリカからメイが来てくださいます。安心してください。Alright, let's begin the operation.This is a very easy operation. I will not use a scalp, and if everything goes well, you'll be able to walk today, I think. Oh, yeah? No mess? Yes. Oh, thank you. Let's begin the operation. Miss?さらにあと1週間だけ入院することになりました。なる。チキン。あ、機内食機内食。お、ビーフかチキンやって。どっちしよう。どっちも美味しそうやな。確かにビーフもいい。いいですね。ビーフもいい。ビーフチキン。チキン。あ、チキンね。チキンじゃプリプリそう。ね、美味しそう。いいな。どっちしようか先生。悩むな。チキンで。あ、チキン、チキン、いいね。Sorry. Seems to have run out. Let me see if I can find some replacements. なんで。チキン品切れみたいです。え、ビーフだけ？ビーフだけ。いや、代わりのものを用意するみたいです。あ、そうそうそう。あ、なや。Beef or fish? あ、フィッシュ。お魚さん。それや。Thank you. あ、フィッシュやな。お魚さんやな。ですね。あ、悩むな、それ。
Beef or fish? Fish. Fish, ne? Sorry. Seems to have run out. Not that. I will see if I can find a replacement. Fish, 品切れみたいです。品切れ？はい。一匹よ、まだ。まあ、でも一匹だけ？だから。まあ、でも代わりのものを用意するみたいですよ。ああ、そう。どんな仕入れっしょね。Beef or salad? サラダ。サラダです。サラダか。ビーフか。まあ、ビーフはね。ビーフはね。ビーフ or salad? ビーフ。まあまあ、それね。ビーフはね。それビーフ。楽しみ。あ、ビーフで。Sorry, this sir is first. ああ、ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっと楽しみすぎて。ビーフ。Okay, thank you. Beef or salad? Beef. まあ、フィッシュさんもチキンちゃんもよかったけどね。Sorry, seems that beef had run out. I'll see if I can find a replacement. One second. ビーフ品切れみたいです。サラダ先生。いや、でもなんか代わりなんか用意してる。Okay, we seem to have salad or asparagus. Asparagus? Usso da lo! Asparagus? Yes. Asparagus. Asparagus? Salad or asparagus? Yeah. Salad or asparagus. How many asparagus? Oh, one asparagus. Wow! Usso da lo! Asparagus, wow! Yes. One asparagus. One only. Yes, one only. Cooked asparagus? Oh, no, it's uncooked. Uncooked asparagus? Yeah. Usso da lo! So, salad or asparagus? Salad, de chan. I'm shining that. Sorry, it seems like we have run out of salad. We only have asparagus left. Salad or asparagus? Asparagus only. Asparagus only? Asparagus only, yeah. Cooked asparagus? Uncooked. Cooked asparagus. Thank you.ちょっとうるさくなるよ、ごめんね。アンコックだ。アスパラガス。アスパラガスはオール。アスパラガス美味しい。美味しい。バルアメプラ社の雛形です。今日はさすまたの知識を養っていきましょう。お願いいたします。お願いします。さすまたはこっちの方で捕まえます。まあ言わなくても分かると思います。はい。では実践をやっていきましょう。監督、泥棒役をお願いいたします。あ、わかりました。泥棒役。はい。どういうのようにしたら、実際の泥棒のように襲ってきてください。はい、襲う。はい、わかりました。はい、はい、じゃあ行きますよ。はい、行きましょう。やめ見とけよ。はい、はい、はい、これだ。まずはさすまたをここにはめる。はい、そしてこう、はい、それを、こうせ。オッケー、オッケー、結構はい、オッケー、ありがとうございました。勉強だったな。な、練習行こうか。ではもう一回やりましょう。なる。まあでも同じ形で押し込む。いえ、防犯のためですから。なる。はい、なんかちなみにやってみたやつおるか。いえ、監督、泥棒役お願いします。なる。いや、まあ流れでね、だいぶ分かったんで臨場感も。これだ。で、こう、はめる、はめる、こうで、こう、これでもうちょっと、はい、これをこうする。だるだるだる。オッケー、オッケー、オッケー。痛いから。そんなら、それ痛いよ。はい。はい、ありがとうございました。はい、お前らお礼言ってね、な練習。では、もう一回。だる。一緒やったら。いえ、どんな犯人が来るかは分かりません。黙れ。やってみましょう。はい、
これをこれ聞かなかった、これを捨ててこれをかわせれ。暇すぎ。最後のいります、いります。さすまたが聞かなかった時です。黙れ。はいはい、わかりました。じゃあお礼言ってな。では生徒の君、僕やってみましょう。はい。じゃあ泥棒役も生徒誰か。監督バル泥棒役をお願いいたします。バル。やってみてください。最初の間合いからいえ、最初からやっていきましょう。なる。走りたいよ。はい、行きましょう。なる。構えは、うん、じゃあこれで合っています。監督お願いします、はい。はい、よろしくか。はい、行くよ。はい、来いかー。これをはめて、はい、はめて、そしてこう。俺がいないからここをかわせれー。こいつめー。はい、オッケー。さあ、はい、オッケー。はい、先生ありがとうございます。練習行こうか。はい、生徒もありがとう。ありがとうございました。泥棒もありがとう。黙れ。泥棒とかそういった経験は？ありません。泥棒、いつまで泥棒入れてる。ありがとうございました。はい、練習練習。はい。監督さん。ねえ、ここの館長さんってどんな方なんですか？ああ、もうそれはね、もう先生は長いことお世話になってる方でな。ああ、せやな、もう人柄を一言で言うと、とにかくもう笑顔が絶えない方。あ、ずーっとニコニコしてやる。ずーっとニコニコ。あ、そんな方で、ずっと笑ってやる。でももう長い付き合いやけども、笑顔じゃない顔を見たことがない。あ、そんな人や。お前、そうそうだよね。いやー、よく来てくれたね。あ、館長さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくね。君たち若くてパワーもあり余ってるだろうから、もうこの館内のものを全部壊しても平気。いやいや、何をおっしゃいますか。いや、そんな、ダメですよ。まあ、本当に不器用なやつですけども、よろしくお願いします。まあ、その不器用さが、まあ、お前らの武器よ、言うてね。すみません、課長。そんな顔をされるんですか。レジ君。よろしくお願いいたします。お願いします。前職は何をされていましたか。前職はですね、硬式野球部の方で、指導者をしておりました。何を意識して指導してましたか。食べて解放。はい、おや？いいえ、これがどうだ。いいえ、全然重いでしょ。全然大丈夫だよ。おお、
あなた大丈夫か。この人が運んでくれたのよ。おお、ありがとう。いいえ、これぐらいは。助かったわ、どうも。そこを意識しながら転職活動を続けております。また前職では野球部の方で指導者を、溜めた解放を意識しながら指導の方。おや、社長。社長、あなた。この人が運んでくれたのよ。そう、ありがとう。いいえ、これぐらいは。野球部の指導者さんだったんですね。通りで素晴らしい方だと思いました。ありがとうございます。よろしく。暇すぎ。